こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。今回は、久々の実績挑戦プレイでございます。やっぱり実績目指してプレイしてる時が一番楽しいよね。ってことで早速始めていきますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日はポルトガルの実績、ハイドン。オールブルー、に挑戦するわよ。今回はワンピースネタか。で、達成条件はこんな感じ。ポルトガルでゲームを始めて、ヨーロッパ大陸の州をすべて青色の国に漂流させるって実績ね。青色の国ならプレイヤー国家じゃなくても OK なんだな。OK なんだけど、青色ならすべて OK なわけじゃなくて、パラド側が指定した、ここに載ってる国じゃないとダメみたいなのよ。1444年に存在したっていう割には、サルピエとかプロイセンとかは OK なんだな。まあ変態しても OK 扱いしてくれる国は別にいいのよ。問題なのは変態するとダメになっちゃう国ね。変態して別の色になったらそいつも倒さないといけないのか。そういうこと。その辺は注意してやらないとな。そんなわけで、やることもわかったのでゲーム開始。特権なんかの初期設定は、こんな感じでやっております。正直新しい特権、あんまり理解できてないよな。まあこんなん適当でもなんとかなるやろ。次に外交。初手はフランスと組んでカスティーヤを叩くつもりなので、フランスとの同盟を目指すんだけど、ポルトガルは最初からイングランドと同盟を組んでいて、イングランドからの評価を100以上にするとクリアできるミッションがあるので、これだけクリアしてからイングランドとは同盟を切るわ。イングランドとフランスは大抵お互いをライバル視するから、フランスと組むならイングランドとはお別れだな。あとはワンチャン、ブルゴーニュ継承できないかなと期待しつつ、ブルゴーニュと関係改善しております。ということで1445年、早速ミッションクリアできたので、イングランドとの同盟を破棄。ミッションとは麻薬の行動なんだよな。そして1448年、こちらからブルゴーニュに婚姻を申し込んでおいたわ。こいつはまあ、宝くじみたいなもんだな。当たればラッキー。で、1452年、なかなかフランスと同盟できなくて結構焦ってたんだけど、この年ようやく同盟締結できたわ。同盟が遅れるとそれだけカスティーヤ攻めが遅れるんだよな。この後はフランスがカスティーヤ攻めに参加してくれる機会を待ってたんだけど、宝くじに当たっちゃいました。うお、マジか。ブルゴーニュ継承しちゃった。正直、この展開は全く予想してなかったので、戦略を一から見直す必要が出てきたわ。まあまずないと思ってたしな。ってことでまずは状況確認だけど、ブルゴーニュの独立欲求は 100% ね。そりゃまあほぼ同等の国力だったし、言うこと聞くわけないよな。次にフランス君だけど。まあ、こちらもブチギレ寸前よ。ギリギリプラス評価で同盟は維持できてるけど、こりゃまあ時間の問題だな。で、どうすんの？これ。フランスとの同盟はどうやってもいずれ切れるわけなんだけど、なぜだかワンチャンカスティーヤ攻めを手伝ってくれるらしいので、この気を逃さずカスティーヤ戦を始めることにしたわ。良好な関係がついてるぞ。おそらくそれを何とかしてる間にフランス君の気が変わる可能性があるので、ここは気にせず宣戦布告。ちなみにここで対処しないと、今後の拡張先的にもブルゴーニュの独立欲求的にも、完全に詰むわね。まあそうだろうな。で、この半年後、皇帝が定期諸国を要求してきたんだけど、渡す気は一切ないのでこれを拒否、オーストリアとも戦争状態になったわ。あれ？これやばくね？まあでも軍量的にはいけそうなのよね。でもこれブルゴーニュ軍は独立欲求で動かないよな。オーストリア戦については敵の進行ルート上にあるから、嫌でも戦ってくれるわよ。ちなみにカスティーヤ側の軍量はこんな感じ。オーストリア側と合わせてもこちらの方が軍量多いのか。なんとかなりそうだな。ノーガードのうちの本国が持てばだけど。まあ本国は一応対策してあるから、結構長いこと持つと思うわよ。カスティーヤ戦開戦から1年後。なぜだか主力部隊が殲滅されました。え？なんで隣のプロビに退却してんの？わかんねえ。ちなみにこれ以後、我が軍は残った1系で、フランスの属国連合軍の指揮をしておりました。フランス頼みすぎて草。そうこうしているうちにカスティーヤ内戦勃発。お、いいタイミング。カスティーヤ戦開始から3年後、フランス軍の頑張りにより、オーストリア戦は無事勝利、ブルゴーニュ領は守りきったわ。オーストリア戦はマジで何もしなかったよな。最
らにカスティーラの同盟で参戦してたアラゴンとも和平。あとはカスティーラ領を占領するまでフランス君が付き合ってくれるかだな。最近のバージョンだと、自分の欲しいところだけ取って先に和平しちゃうことが多いのよね。てか、本当にまだ人落ちてないんだな。いや、リスボンって最初から人に要塞立ってるじゃない。これに修復国と、この現地組織ってやつで集防衛力を上げておいたのよ。布国のプラス 33% と現地組織のプラス 15% で、集防衛プラス 48% か。これがこの時代のレベル3要塞に乗ってるんだから、そりゃなかなか落ちないわな。で、まあ、結局占領される前に、フランス軍がリスボン包囲軍に突っ込んで包囲を解除。さらに全土占領したところで和平しまして、ガリシアとレオン、グラナダの種地と交易中心地なんかを取って和平したわ。よし、大勝利だな。ほとんど何にもしてないけど、勝ちゃいいのよ。この後予定通り3カ国を属国として解放。独立欲求は大丈夫なのか？ブルゴーニュ以外は大丈夫ね。そのブルゴーニュが問題なんだが。そしてカスティーラ戦の翌月、フランスに同盟を切られたわ。まあこれはしょうがないな。代わりの同盟先としてオーストリアとイングランドとも同盟を結んでおいたわ。防衛だけならこの2カ国で十分だな。で、ブルゴーニュの方は、1474年、マリーが死亡。無事、領土の統合が完了したわ。危機的状況は回避したし、こりゃもう余裕かな。この後は、カスティーラとの停戦が明けるのを待ちつつ、1480年、2つ目にアイデア枠で傭兵アイデアを選択。いつもの分量アイデアじゃないんだ。残念ながら今の環境、傭兵がいないと人的資源がすぐに枯渇するから、軍用と傭兵だったら傭兵一択よ。へえ、最近はそうなんだ。ちなみに一つ目は探検を取ってます。まあポルトガルだし探検は欲しいよな。1482年、停戦が明けたので、再びカスティーラ戦開始。この戦争も問題なく勝利しまして、同盟参戦してきたアラゴンからサルデーニャ島とフランスとの国境の州を獲得。カスティーラからは属国のコアを一通り回収したわ。カスティーラはもう終わりだな。で、カスティーラとの停戦明けを待ちつつ、新大陸への入植を進めていた1492年、ふとオスマンを見ると、なんかものすごく弱ってたので、試しに続いてみることにしたわ。確かに楽に勝てそうな軍用差だな。ついでにオスマンの人的資源も尽きてるのよね。こっちも1万3千くらいしかないから安心はできないけど、オーストリアもいるし、なんとかなるかな。ということで結局人的資源は切れたんだけど、オーストリアのおかげでなんとかヨーロッパ側の占領は完了。ここからさらに2年ほど粘って戦勝点を貯めて、コンスタンティノープルを含むビザンツとブルガリアの種地、イタリアに食い込んでいたオスマン領を奪っては兵したわ。すんなり勝てちゃったな。ちなみにこの後オスマン君は、いろんな国にハイエナされてたわ。こりゃオスマンも終わりかな。といったところで、今回はこれにて終了です。いやー、ラスボスオスマンを早々に叩いちゃったので、この実績楽勝かな、ガッハッハ。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。